こんにちは。こんにちは。はい。あなたは誰？はい、さあ今日はあの、うん、私井上翔子と、そして私野田美希子が、はい、2人で、はい、からの時間お送りしていきたいと思っております。なんか今日はあの、あの頃を振り返ろうみたいな感じですね。そうですね。お互いまあまあ長いですね。そろそろ、ね。割とまあまあというかもうね、うんうん。私が35周年なので、翔子ちゃんはマイナス2年ですから。そうなんですよ。長いな。なのでいろいろと私たちのね、若かりし頃の時代からいろいろと振り返ってみたいなと。はい、若いよっていうおっさん的ツッコミもよろしくお願いします。じゃあちょっとまずはこちらのお知らせ、はい、そうですね。いってみますか。はい。じゃあみくちゃん、私がこっちを。はい。はい、スタジオの方でも、はい、コロナ対策きちんと行って、番組を、はい、進めておりますので、ご安心ください。そして、はい。そして、あの、ツイッターの方でも、この番組の感想とか、リアルタイムでのなんか質問とかね、そういうのも受け付けておりますので、あの、紹介できると思いますので、しょうこちゃんも私も結構ツイッターやってますし、はい。この番組の、ぜひ、ください。よろしくお願いします。はい。待ってます。じゃあ一旦、はい、ありがとうございます。はい、そしてまあ私はみこちゃんが揃ったら、はい、もう何より忘れちゃいけないのがお化粧の時にはこれ。はい、はい、そうですよ。これ今日はね、あのすごい可愛いしょうこちゃんのイメージで選びました。めちゃくちゃ可愛いんですよこれ。スパークリング。うん、初めて見た。作られている、うん、あのちゃんとした飲み物なんですけども、はい、ここにちょっとね、あの可愛いアクセサリーをつけてきました。すごい、はい、でこのピンクも可愛いし、ね、可愛いでしょ。なんかあのバレンタインの時に知ったものなんですけれども、うん、今日はこれにしようと思ってお店からはいせしめてまいりました。自分のお店ちょっと開けてもう乾杯準備しますので、うん、そうですね、はい、ちょっとお待ちくださいね。あ、もうツイッターにコメントが届いてるってことで。本当早い早い、はい、じゃあ教えて、なんておっしゃって。あ、今届いておりますよ。あ、すいません、しょうこちゃんありがとう。うん、うん、いきますよ、自分で開けてください、はい、ケイタンさんからです。みきこさん、しょうこさん、こんにちは。仕事の昼休みに聞いています。ありがとうございます。今日の番組楽しみにしてました。今日もワイン飲みながらの放送ですか。はい、そうですよ、その通りではい、ちょっと左手で頑張ります。はい、大丈夫、はい、大丈夫です。どうか、お尻を回すんですよこれ。皆さん知ってました？あ、そうなんだ。首を回す、お尻を回すと、うん、首のこのコルクが上がってくるので、こうへーと言ってポンとしないのが一応、すごい音もしなかった、はい、なんかコルクをなんかこうちょっとずつこうちょっとずつ上げてったけどできないとね、お店が なるほど、お尻を回すんですね。まあ、おめでたい時はねポンって言ってもいいんですけれども、はい、まあ、できればスッとした方がね、せっかくの泡が飛び出さない。なるほど、まあ、バブルな私たちにはね、すごい静かに開けられるんですね。開けられ、あ、開けたことないですか、しょうこちゃん。え、私はもう家で一人でスポンスポン開けてますけどポンポン言ってる、いつもポン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 言ってますよ。言っちゃってる、はい、言っちゃってもいいのよ。あの、ただなんだろう、お尻ここを押さえとかないと、はいはい、ポンって飛び出して目に当たったり顔に当たるから、ほら商売道具、いつもだから、あのタオルとかそれの上にかぶせて飛ばないようにしてやってます。皆さんもそうしてください。じゃあしょうこちゃん、はい、はい、アクリル越しに。じゃあ、あのまだまだ番組何も進めておりませんけ ど、はい、ま, せんけどまずは乾杯でございます。はい、はい、ではでは、ではあのご覧になってる皆さんもよかったら今日ね、見ながら、ね、今日昭和の日ということでね、そうですよ、あのお家で見られてる方もいるかと思いますんで一緒に、はい、なんかこの昼間からの、うん、なんかちょっと背徳感みたいな、背徳感、それもちょっと嬉しさしかないです、はいはい、では乾杯いきましょうか。じゃあ乾杯しましょう、はい、せーの、乾杯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 、いただきます。すっきりと美味しい、レモンとかちょっとこう青リンゴ、フレッシュな青リンゴな、本当ですね、はい、でもなんかコクもねしっかりとあります。本当です、なんかいっぱい来てますよ、しょうこちゃん、はい、うん、これは出会い、はい、さっきのゆうさん、うん、ゆうさん、ゆうさんです。しょうこさんとみきこさんの出会いを教えて、はい、ガールポップ全盛期の楽しかったお話も期待してます。はい、ありますね、出会いってさ、なんかいつも思い出そうとするんだけど、私はね、すごい印象的だったんで、はい、
私の番組にしょうこちゃんがデビューした時に遊びに来てくれた。あ、FM 富士に。本当ですか。その後はね、東京 FM だったかな。記憶が、うん、だいぶないところが、昨日の記憶もないんでしょ、だって。いやいやいや、そうなんですよ、デコボココンビがいいのかもね。なんか最初は本当にあの可愛いし、こう私たち意外と人見知りやん、実は。え、私みこちゃんも、私もデビューの頃誰とも口聞かなかったよ。信じられない、絶対嘘だ、絶対嘘だ。お店とか一番向いてない人間がやってるんですけどね、今ね。絶対嘘だ。そんな感じだったから、しょこちゃんもあのすごいちょっと緊張というか。いや、私本当にデビューした頃何にも喋れなくて、うん、私も怖いお姉さんだったでしょ、なんとなくイメージが。え、全然そういうイメージはないです。すごい、まあ、かわい女子大生だったし、はい、私もまあとりあえず女子大に席置いてたので、その時5年生ぐらいでね、うん、なんかそういうことからこう気持ちがあって、あとお酒好きっていうので、うんうん、でその後ソムリエになった頃にお店に来てくれたりしてね、うんうん、今も来てくれてるけど、はい、はい、だからやっぱり、まあ、酒つながり、うん、そっか、ね、でもその頃はでもあんまりまだ飲めなかったんだよ。そうなの？そう。信じられない。全然最初はもう飲めなくて、キャンペーンとか行っても普通にジュースとかお茶とか飲んで。あ、愛媛にお酒なかった。いや、愛媛の皆さん敵に回します。いやいや、そのこと、愛媛大好きで、私道後温泉行くのが今一番の夢ですからね。はい、連れてって行きましょう。今度ライブの時追っかけで行くので。そんな感じですね。だから最初はまあお仕事通じてなんですけど、うん、でお互いに多分ラジオいろいろやってて、そうで私の番組にもみっこちゃんが来てくれたりし て、うん、たりしてね。でまあ仕事の付き合いだったんだけど、うん、いつからかね。ね、そうだね、うん、なんかやっぱり今お店やってるせいもあるんですけれども、やっぱり一回私音楽をやめるような気持ちでソムリエ資格を取って、うん、なんだろう、音楽業界と全く違うところに飛び込んだので、本当にやめようと、一回本当にやめようと思ったのね。結婚もその時したし、今はしてないですよ、うん、はい、今はしてないんですけどね。なのでいろんな意味で節目の年が30だったんだけれども、デビューしてちょうど10年ちょっと経った時に資格取って、うん、でお店をやってる時とまた違っていろんなアーティストの人が遊びに来てくれたりしたので、うんうんうん、それでなんかね、いい思い出が。でもプライベートで会った時は、うん、まだソムリエさんではなくて、なかったです、ただのお酒好きな。でも、でもうちで飲んだりしてたよね、みんなでね。してたみんなで飲んだり、うん、あとブルーポイントとかね、なんかそういうところに行ってみんなで飲んだりね、そうそうそう、よく誘ってくれて、なんかこんな私を。いやいや、でもその時からなんかワインが好きで、うん、ワイン日誌をつけてるっていうのを聞いてて、そうそう、全然プロフェッショナルじゃない、ただもう自分の感想しか書けなかった頃だけども、すごいですよね、その恥ずかしいよそれ今見ると。いや、残ってるんだね。残ってるなんか捨てられない思いでですね。でまあ、海外行ったりとかしてたので、うんうん、でも行ったり来たりしながら、まあ、だんだんね資格取ったわけなんですけども、でも資格ってすごい難しいし大変、うん、いや、しょこちゃんもほらなんか資格いっぱい持ってるじゃない。え、ないないない、なんか心理学でしょ、もともと私が大学は哲学だけど何の資格も、なんか何年か前になんかエコ検定受けましたよ。エコ検定忘れてたけど、エコに対するこう、そう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 、考え方とか、そうですそうです、一応検定があって、CO2 が出てる気かどうかとか、そうですね、そうですね、何勉強したかもちょっと忘れちゃって恥ずかしいです。でもちょっと勉強したくなくそうとか、ね、なるような時期がたまたま私はワインだったかなっていう。大学の時にその教職取っていて、うん、全部を取れなかったので、やっぱり学校の先生になりたかったから、うん、そんな気持ちで今もお店に立っておりますわよ。まあ、ライブもやってますけど、そうです、ね、まあ、飲みながらね、ぜひぜひこれ一本ありますから、うん、どんどん飲んで、うん、私もちょっと照明近づけてもいいですか。あ、照明どうぞどうぞ、自分のことを自分でやるアーティストなので楽ですよ、みんな自分でついでるしめっちゃ自由な番組だ。そう、自由な番組、なんかこうテレビっていう感じじゃないっていうかね、やっぱりラジオが長いからか、うん、こうやって喋っててもラジオみたいなイメージもあるし、うん、でも映像はいるね、映像映ってます、はい、まあ何より今日みっこちゃんと2人っていうのですごい心強いので、1次会みたいなイメージ、はい、あ、0次会ですね、まあ、はい、何があってもまあみっこちゃんがまあ本当仕切りとかもめっちゃうまいんで、いやいやいや、なんか、ね、仕切った方がいいんですか、
あの私が仕切らなくてもいいですよね。今日は井上翔子さんの、まあ、どっちかって言っても胸を借りて、いやいや私ですぐ酔っ払うんですよ。だから本当もう酔ってる。もう結構朝からね、なんか何もお風呂上がり食べてないので、一応ナッツとチータラ持ってきた。ナッツすごい。さすが、あのやっぱりソムリエっていうのはね、飲んでる人のこう健康も考えながら、あの狩猟を見るのが仕事なので。さすがですね。いやね、みっこちゃんのね、あのママっぷりはすごいんですよ。なんか全然まだ90年代振り返ってませんが、あの唯一なんか一人であの行ける飲み屋、お店、飲み屋って言っちゃいけない、ワインバー、おしゃれなワインバーなんですよ。なんだけど本当に心をね、こうほどいて飲んでいただけるといいなっていう。でもね、みきこママがね、もうこう一人でいらっしゃってるお客さんも多くて、うん、まあ、私も一人で行くんですけど、その人たちをこううまい具合に一人一人相手に。うん、ね、説教されてる人もいたりとか、それは説教されたい人にはちゃんと説教してあげてて、そうですね、うん、でもすっごくその辺がね、うん、飲めない方もいらっしゃるんですね、うん、まあ証拠ママに言わせるとそんな人は追い返せって言われるかもしれませんけど、でも私が好きなだけ飲んでいいって言われて、私がだんだんこう正の字をつけながら酔っ払っていくっていう、ね、なるほど、なるほど。すいません、ごちそうさまです。いやいや、はい、毎本当に毎日ね、うん、お店も基本的にはアーティスト活動もね、はい、やってっていうのはすごいな、ね、あのあとは今お店でほら配信やったりとか、こんな風に、うん、あの立派なスタジオじゃないですけれども、一応配信ができたりするので、うん、しょこちゃんにはねやってって言うけど緊張するからダメだって言われてるんですね。あのカウンターが目の前でお客さんがかぶりついているの で絶対ツバとか飛び散るだろうなみたいな。それはね、うん、まあ、でも今は大丈夫ね、こう皆さんマスクしてくださってるん で、ね、はい、でもそこで歌うっていうのはなかなか緊張するかな、やっぱり大丈夫だよ。あ、まあでもいろいろ、ね、もう全国いろんな、うん、あ、それこそカウンターの中で歌うっていうライブハウスもやったこともあるんで、そうそうそう、はい、ぜひ前向きにあの皆さんの気を聞いてもぜひお願いします。愛媛からも考えてきます、休みなしていただきたいね。さあ、さて、なんかね、今回事前に皆様からの質問な、はい、質問もたくさん、はい、あのいただいてて、うん、そちらの方を中心にこう答えてお話などもしていきたいなという。聞いてる、聞いてる、ありがとう。感じも。そうですね。まだ今ちょっと1杯目なんで仕切れますけど、はい、だんだんもうみこちゃんに頼るかもしれません。まあ、まあ、87年デビューで、はい、私が89年2年、ちょっと2年先輩なんですけど、うん、デビューして1年目とかってなんか思い出ありますか、うん、苦しかったとか辛かったとか。デビューはすごい突然だったんですよ、私。え、突然、あ、突然なんかあのデビューできるかわからないタイプのオーディションに受かって、最初ね、え、そんなのちょっと茨の道を知ってるんですよ、ネムの里っていうところにいて、うん、あ、私も受けた、そのさ、本当にオーディション、あ、それですよ、うん、で、まあ、あのデビューした後はもう逆に楽しいことばっかりだったんだけど、ネム、うん、の里時代にちょっとこういろんな譜面投げつけられる事件とか、ちょっといろいろ盗聴されてた事件とか、あの私もね、その 1、2年後に受けて、最終までは残ったんですけど、いやいや見る目ないな、いやしなかったんですよ、うんうん、でそしていやいやいや優勝したらネムの里で、うんうん、合宿っていうか下積み、そう、下積み、下積み、あ、そういうのが今思えば下積めてないな、あんまりっていう感じの、うん、あの東京から先生が来たりするんですね。 でデビューするまでそこでレッスンとかをやったりしてたの、うん、そうそうそう、もう無理でした。だから半年ぐらいで飛び出しましたね、うん、いやもうなんか後で聞いたら受かんなくてよかったなとか、すいません、もうその時期があったから頑張ろうって思えたっていうかね。そう、ええ、でもデビューは突然来る、先生は素晴らしい方だったんですよ、うん、デビューはやっぱり最初にそのミノルタ、私 CM ソングでデビューしたんですけどね、うん、ミノルタのあのアルファ7000っていう犬と子供が、可愛い CM、 その CM で出たんですけど、私が本当は出る予定だったんです、うん、だから最初モデルのオーディションでデビューが、あの、まあ、モデルデビューでその後歌がくっついてきたみたいな、そう、前後として、そう、最初はミノルタさんのモデル、モデル、CM モデル、脱ぎませんよ、その CM のモデルとして出るっていうことでハワイに撮影に行ったり、もうバブル真っ最中なので、もうレコーディングも全部こうなんか海外で、あのマネージャーは来ちゃダメですっていうので、一人でいろんな、で、何そのなんかいろんなことがありましたね。なんでマネージャーダメなの、んモデルとして来たんだからダメです、ね、意味が分からない、まあ、そういうことはよくありましたよ。新人なのでね、やっぱり甘やかさないというか、みんなと同じように普通のモデルさんと同じようにこう扱いますよ
よっていう、ね、そういう意味で、ね、そうそうそう、だからそこは強くなったかなっていう、ヘアメイクさんとかと仲良くなって、じゃあ明日も早いけどでも夜中はシンディ・ローパー見に行ってとかね、なんかそういう、うん、2,3 時間しか寝ないで撮影したりして、ショコちゃんでもトーラスだっけ、そうですそうです、オーディションでも私はもうオーディションバリバリ一押し的な、トーラスレコードがレコード会社の中にトーラスアーティストっていうプロダクション部門を作るっていうのの第1号アーティスト募集、うん、すごいすごいっていうので、ああそうなんですよ、ね、で東京出てきてとにかく私はオーディションを受けまくろうと思ったんですよ、うんうんうん、もう東京大学で出てきたんだけど、うんうんうん、あのデビューする音楽をやるっていうのが夢だったので、うんうん、はい、でその第 1番目のオーディションが4月か5月にあったのが、うん、ヤマハのオーディションだ。で、ネムの里まで。それは初耳だわ。で、ネムの里まで行きました、一人で。電車に乗って。タヌキがお出迎えしてくれたでしょ。何とこまで行って。そう、ウガタっていう駅なんだけど、名古屋からやっぱ1時間以上かかるし、うん、すごい田舎、いい意味で今田舎なんですよ、こう。あぜ道のようなところ、近鉄電車が走っていって、うん、で、駅からまたタクシーで2000円ぐらいかかるようなところ。なんかバスに、なんか送迎バスが来てて、ありました、ありました。オーディションかなんか来てて、ね、うん、それで行って、うん、100人以上ぐらい一時間受かってきてて、で最終的に10人ぐらい翌日まで残って、誰が最後に残ったんだろう、それが、あ、これ言っていいのかな、男性女性、あ女性しか、うん、あ女性で言っちゃダメですか、大丈夫でしょ、うん、だね、その残った子も、うん、なんかみんな化粧になると友達になるんですよ、そうだよね、うん、で、うん、その 1位になった子が残ったんだけど、うんうんうん、やっぱりデビューがなかなかできなかった、決まらなかった、私の方がすぐ7月に受けたオーディションで受かって、翌年デビューができて、はい、高速で抜いてたわけね、そうなんですよ、私の方が早くデビューできて DM で抜いてたわけ、ね、そう、はい、そしたらその子はオーディションで受かったのデビューできなかったから、うん、次うちの事務所のオーディション受けたんです、おお、それでそして受かって、私の何年か後にトーラスレコードからデビューした、なんかそうだったんですよ、でもそういうオーディションでしたね、うんうんうん、それで私はもうオーディション受かって、うん、すぐもうレコーディングやるよみたいな、あーなるほどね、あっという間すぎて、うん、すごいいっぱい来た、そう、うん、あケイタン、ミノルタの CM ソングでミキコさんのファンになりました、ありがとうございます、ショコさんのファンなんでしょ本当は、いや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 、またこういうことを言うからいけないんじゃない、ミキコさんのお店行ったことありますか、ありがとうでもね、共通のファンの人もいらっしゃるんだけど、翔子ちゃんのファンの方はほんと翔子ちゃん命だからいやいやいや、私に目もくれない方がほぼ、そんなことない、まあ、年も上だし、ね、そんなことないよ、2人とも応援してください、私のファンの方はね、翔子ちゃんのファンの人いっぱいいるんですよ本当に、いやいやいや、実はっていう、だからお店で翔子ちゃんに会うとものすごいびっくりしたりする、ね、あ仲がいい、いい香りですか、酒臭いと、いい香りって書いてありました酒臭い、シャンパン、アルコールっていうか揮発するのね、いや本当いい香り、ね、ヒルシャンですけど、うんうん、美味しい、美味しいですね、なんかディレクターの方が、ね、女性の方が多いから本当は一緒に乾杯したいぐらいです ね、なんかその、はい、つるくる苦しかった、苦しかったってこと、私はね、うん、それこそ、うん、あまりにもすぐのデビューだったので、うんうんうん、何のレッスンも、うんうん、人前で歌うことも一回もなく、うんうん、本当にライブをしたことがない状態でのデビューだったので、なんか分からなすぎて全てに、後々なんかもうちょっとこうレッスンとかいろいろ経験してからデビューしたかったな、いやなくていいと思います、ですか、うん、なんか私も最初世界歌謡祭に出るっていう話からそのいろんな振りとか覚えていっぱい楽曲とか歌ってヘトヘトになるまでレコーディングとかもしたけど、うん、全部流れちゃってなくなったんですね、うん、でもその時にやったものってなんかこう、うん、なんていうの、度胸だったりとか、あんまりいい思い出が、まあ、そうですか、そこはちょっと辛かったかな、うん、なんかどういう路線で行くかとか決まらなかったりして、うん、でもやっぱりソニーに行きたかったんで、私なんかソニーに行きたい行きたいってずっとなんか思ってたら、うん、たまたまこうその私のことを拾ってくれたヤマハの方がソニーのお寿司屋さんで一緒に会ったんですね、うん、それでカセットですよ、あの当時ね、カセットテープを出して、オーディションもカセットでした、そうそうそう、で松田聖子さんとかをやってるプロデューサーの方に気に入ってもらえて、まあ翔子ちゃんもそれ渡してたら絶対ソニーに入ってたね、いやいやいや、分からないですけど、音質的にその方だったら、うん、いやで2人でやれとか言われたりしてね、いろいろオーディション他も受けてて、ウィングとか言ってデビューしてたかもしれないねウィングじゃなくてウィングなんですね、すいません、まあ、これからはあるかもしれませんけどね
でもあの、はい、他のオーディションも決戦大会まで受かっていて、うんうんうん、あの どっちにしようかなみたいな時期、うん、ありがとうございます。どっちにしようかなってして、でなんか私もいっぱいオーディション受けたけど、これただで東京に来れたりするから楽しかったっていうのでよく受けた。そうです、まあ、私はもう東京に出てきてたので、ね、大学で、ね、私は恋愛選んでいろいろオーディション受けて、で、あれですけどね、うん、じゃあの質問どんどんいきましょうかね、はいはい、これ今だから言えるこの頃ライバル視していたアーティストがいますか。井上翔子ちゃん以外にライバルだったんだ。考えたこともないな。そうそう、私もそうですね。なんか自分との戦いの方が大変だったね。そう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 、かっこいいこと言うと、だからね、いろんなことあったよ。なんか足引っ張られそうなこととか、あとテレビに出た時もクイズ番組で、なんかもう今だから言えるんですけど、答えが分かっている人と分かってない人がいて、でなんか旅行が当たるみたいな、芸能界って怖いって、その時今はないと思うんですけど、当時はなんかそういうね、ありました、芸能界インサーダー、インサイダー取引みたいなことがあったような気がして、ほんちょっと怖かったな。なんかそれで私はちょっとテレビは、あ、ちょっと私は生きていけないなって思って、うん、音楽番組も減ってましたしね。そうですね、なんかバラエティーだった、そういうのちょっと出てた時があったんだ、うん、なんかね、なんとなく出てた時ありました。あとは事務所変わった時もいろいろバラエティーフラメンコ習ってみたりとかね、そういうようなハウトゥーを番組やらせたり、私あの今よく今たよくかな、うん、ライブハウスとか出ても、うん、ライブハウスの店長さんとかに、うんうん、あのアイドルの同期は誰ですかとか聞かれて、あ、アイドルって言われるでしょ。そうですから、私も未だにアイドルって言われる。すごいこう自分の感覚では、うん、あのオーディションも自分の、うん、自作曲でピアノ弾いてオーディション受けたし、そういう売り出し方をしたこと一回もなかったって感覚なんですけど、でも今でもなんかその昭和のアイドルのそういうなんか本屋、秋葉原の本屋さんとか行くと、なんか私の CD とか置いてあって、そういうくくりにあるんだとかびっくりして、だからあの部分集合ではあるのかも。そういうファンの方にもヒットしたんですよ。そしてやっぱり自分で詩を書いたり曲を書いたりするアイドルっていなかったから、うん、その高尚なアイドルとしてあの記録に、でもそれは私はいいことだと、捉えられ方、うん、私には入れない枠です。いやよく言われるの。でもそういうの出たんじゃない。でもこんな背の高いアイドルも、あの態度のでっかいアイドルもいない。でもあの私が思うのは、あのアイドルじゃなかったっていう証明は、うんうん、あの水着になってかならないか、うん、じゃないかなとか思ってて、分かる、そうそう、なる瞬間があったんだけど、うん、あの絶対ファンの方が減ると思って、親も反対したし、あ、そうだったんだ。あのハイムルブスっていうね、山のリゾートの CM で、そこでモデルでまた出たんですけど、うん、あのウェットスーツを着て、うん、あとジェットスキーに乗ってて、波しぶきをわーって浴びてるから誰だか分かんなかったっていうね。あー、でもウェットスーツ、水着ではないもんね、はい、全くもって、なんかなってないね。そうそう、なったらよかったの。いやいや、私も今から撮る、いや今から売れると思う。そうそう、逆に今だったらいいけど今から絶対私買うわ。需要がない、需要がない。今度ちょっとお風呂入ってチェックして、そこチェックしなくても需要がない、需要がない。写真も色々、いや今だったら本当にいいんだけどな、ね、別に今、いや本当、うん、本当にそうかなと思って、あの水着写真は1枚もないぞ、ね、今でもほら60になって女優さんとかね、いろんな宮崎よし子さん、宮崎よし子さんもミノルタでデビューしてますけどね、うん、CM ソング、うん、CM モデルで、うん、だけど多いじゃないですか、小田井夏子さんとか。あ、そうですね、ちょっとすごい熟女ブームだと思うんですよ。本当ですか。今後もっともうちょっとかかりますけど、そこに行くマザコンのね、こう男性陣も多いですし、うん、憧れがフォーマンボディで、なんで私は入れないんですけどねみたいな。本当ですか。安全ですよ。だから、はい、次あの絶対次ね、さっきなんかちょっとこれ被ってますけど、今なら分かる、あの頃ってバブルだったなってエピソードありました。さっきも、いや、もうあの海外やっぱりね、それに尽きりますね、私たちの場合は、うん、でもあの JAL さんの CM にも出させてもらったことがあって、すごい。でもエコノミーで行きましたよ、私ちゃんと、はい、やっぱりそれはモデルだから、あのすごい売れてたら、そっか、うん、モデルさんとまたタレントさんってちょっと扱いが違うってことなんですか。レコーディングはビジネスクラスに行かせてもらった。すごい、それはバブル、タイアップでね、バブル、あ、でもバブルブク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 、そうそう、綺麗ないい思い出ですね、うん、
でも飛行機の中でちょっとね、あの、うん、倒れて、あのゲームのやりすぎで倒れて、テトリスとかやって、なんじゃそりゃ、あの気づいたら酸素マスクを加えてた。どんな人ですかそれ、うん、ゲームのやりすぎで倒れる とレコーディングで詞が書けないのに、うん、まあ、そのまま飛行機に乗って、うん、もう16日間ぐらい缶詰レコーディングだったんです、うん、撮影もね、はい、もうちょっと濃いのやばいね。え、本当ですか。本当に本当に飲みすぎちゃうんですか。ただの飲みすぎ。そのスチュアーデスの方にはもうお酒いっぱい飲んでましたって言われたけど、違う、ちっちゃいほらこういう機内用のボトルあるじゃないですか、 180cc ぐらいのね、うんうんうん、あれ2本飲んだぐらいですよ。あら、まあ、かわいい。16時間ぐらいの間に、まあ、かわいい。今恋してたからもうドキドキしちゃって、なんかそれでなんかちょっともうテトリスのやりすぎで気持ち悪いなと思ってトイレに行ったら、うん、なんか倒れてそのまま、そのままフェインティとか。危ないね。でなんかね、でも仕事は大丈夫だったんですか。3日間ぐらいもう部屋から出ちゃダメって言われて、元気なのにね。オーストラリア行った時もそんな感じで詞が書けないとか、まあバブルね。でもまたバブルが来ればいいな、うん、私も大好きよバブル。本当にあの海外のレコーディング何個もやった、うん、やったでしょ。ちょっとバブルの、バブルの残ってたね。残りだったんですけど、89年デビューで90年ぐらいからだんだんちょっと失踪になりかけて、91年にはだいぶね。でもデビューして2年目ぐらいで、もう91年ぐらいで、うん、オーストラリアのパースとかで歌いでできたりとか、流行ってたもんねパース。もう芸能人はみんなパースにこうあの別荘を持つっていう、たけしさんとか大橋くんさんとか、そっか、さんまさんとかも、うん、なんかみんな行かれて、ね、いいしね、日本と逆で、うん、そう行きたいな、ね、じゃあ次の質問、うん、はいはい、あの頃の飲み会事情を教えてください。例えば俳優女優さんスポーツ選手など異種業の方たちとの交流ありましたか。ありましたね。ありましたね。ありましたよね。ありました。翔子ちゃんも周りにこう華やかな人いっぱい、ね、本当ですよ。私もそれこそ、うん、女優の一番仲良かった伊藤和恵ちゃんとか、和恵ちゃんつながりで、ね、なんかピーターさんのうちのパーティーとかも行ったり、伊豆の方の、伊豆じゃなくてそれ港区、港区のね。いや、そうですか。そしたらもうそこにはスポーツ選手やらお笑いやら、それが出会い、まあ、全員と出会いにはならないんだけど、とかもスポーツ選手も多かったし、歌舞伎界もあったし、バラエティ界も、笑いの方も、俳優さんも、もういっぱい。なんか、それはでも良かったね。なんか、ほら、やっぱりきっかけが、伊藤和恵ちゃんとか、その、女性の方で、そうそうそう。で、飲もうよ飲もうよみたいなんで、だんだんそれで和恵ちゃんの影響で強くなったのかね、やっぱり。うん。そうですね。和恵ちゃんのお家とかが多かったので、そうするとみんなもフレンドリー、仲良くなって、ね、パジャマパーティー的なね。そうですね。でも今思えばそうね。でみんなこうもう結婚して子供産んでとかってなくなると、どん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 飲み会も減って、私一人で寂しく飲んでおります。そうそう、巡り巡ってね。だからお店で1対1で飲んでることもありますね。そこにフラッと来たお客さんは二度見するもんね、しょうごちゃんのこと。えってあれ今しょうごさんですよねって私に聞かないで本人に聞いてって感じですか。そう、私には話しかけないね。やっぱり永遠のアイドルなの。いやいや、そんなことないですけどね、うん、さあ続いての質問ですが、足りてますか。もう半分ぐらい、もう半分は来ましたよ時間。あっという間早いね。あっという間ですね、うん、じゃあちょっと続きもまた、1990年代アーティスト活動でこれはラッキーと思えたことはありますか。90年代、うん、90年代はでもラッキーもうバブルもね92年で崩壊ですから、うん、なんかあった。例えば私はですね、ラッキーね、トーラスレコードがなくなって、うん、それはもう本当にショックなことだったんですけど、その後なんかポリドールだったかな、池尻にちょっとこうお世話になった時に、うん、あの香港で世界中のレコード会社のお偉いさんが集まるっていうイベントで連れて行ってもらって、で、私とハイローズが社長さんの前でライブをやって、で、そのパーティーに、ヨシキさんと松田聖子さんがいらして、おすごいすごい。それで、すごいとこに私いるとか思って、それはすごいですね。思いがけずすごい、今もすごい人に会えた。聖子さんとは写真撮らせていただいたんですけど、よかったね。はい。
それはなんかロッキーと思いました。聖子さん CBS ソニーのスタジオで見かけてお手洗い一緒になりましたけど、さすがに声をかけられませんでしたね、あの常識人はなかなかね一人なんですけどね、あちらもでもやっぱり声はね大先輩なんで、あ出ないの途中ではありませんけれど、出てきたところぐらいですよね。のっこさんとかね、やっぱり同じスタジオでいろんな方がされてたので、まあでもそういう意味ではラジオをやっぱりいろいろやせていただいて、いろんなアーティストの方に毎週会えるっていうのは、月曜日まあ私が出た FM の番組は歌の歌ってる方はみんな私の日に来てくださってたんで、うん、すごい方もいっぱい、あと泉谷茂さんと番組やってた時もユーミンがゲストだったり、ユーミンさんってあえてつけられないじゃないですか、私たちの世代って。ユーミンはユーミンじゃない、ユーミンさん、あ、ショコちゃんユーミンさんっていうか、ユーミンさんつけたら別のものになっちゃいそうでね、でもね、なんかすごく、まあ、90年代ね、それも90年ぐらいまでやってたんで、あうんね、そうやっていろんな方と出会えるっていうのはね、ラッキーな、うん、そうですね、ことですよね。よしきさん今でもほらワイン作ったりプロデュースしたりされてるんで、はい、最近は全然お目にかかってないんですけど、10年ぐらい前にこのシャンパーニュの騎士団というので同じ時期にこう称号をいただいたんで、すごい隣に並んでました。あ、そうなんだ。で私の親友 あの石焼美さんの同じ学校の同級生なので、立山のね、まあね、みこちゃんはね今やっぱりそのすごい顔が、お店もやられてるしっていうのもあるので、狭いよ、めちゃくちゃ顔が広いです。いやいや、昨日本当寂しくてね、照明でちょっとこう何でもないですが本当に寂しかった待ってますよ皆さん、ね、今日も仕事かなみたいな、はい、ツイッターにコメント、はい、ツイッターのコメントってさっきのこれ、そうですよ、うんうん、他にも待ってますよ、あれ今来たってよ番組、あれこれだけ、あ、いただいちゃいます、はい、はい、ありがとうございます。こちらも見れねえっておっしゃる兼業農家さん、お礼得なのに仕事で見れねえ、でも夜アーカイブがあるらしいので ね、 そうですね、見ていただけますよ、また見てください、はい、で続いてありがとうございます、アーティスト辞めたいと思ったことはありますか。一回それそのソムリエ資格の時、うん、もう0か100かみたいな、そういう性格だったのかな昔は、ないないでしょ。もうめっちゃありますよ。本当にありますよ、何度もありますよ。結婚しようとか思ったことある。結婚ではないです。こんな話はあんまりしょごちゃんはねしないかもしれない。いや、してもいいんですけど、結婚ではやめようと、うん、ない、ね、ないですけど、うん、やっぱりそういう結婚しない、ね、いろんなレコード会社がなくなったり、自分で独立したり、うん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 、事務所を何回か辞めたり、うんうん、自分でまた事務所を探し始めたりとか、うんうん、そんな中で、うん、やっぱり続けたくても続けられないんじゃないかなって思うことは何回もあって、でも続いてるよ、すごいね、まあ、なんとか負けず嫌いなので、なんか何回やってればまた明日にはまたもっといい景色が見れるかもしれない、今頑張っとけばまた違う景色が見てるかもしれないとか、やっぱそこは昭和よね、なんかあの粘り越し粘り強いよね、それはあるかもしれない。苦労はまあ苦労と思ってないし、にもあるかもな。まあね、なんかやっぱりそうだな。うん、なんかお店やりながらの今のスタイルにね行き着くのにも時間かかったんですけど、うん、まあ余生の楽しみも含めてやっぱ人と会える場所があるっていうのはね、しょうこちゃんの飲み屋であり続けるのが私の一人で来てもらえる。いいの、はい、私もお店やりたいの。いいよ、チーママは無理って言ってだね、チーママやりたいって言うんですよ皆さん。でもね、チーママって一番大変なのね、ママには管理されるし、でチーママのびのびやってるようで一番こう働いてるじゃない、でお客さんも呼べなきゃいけない、お客さん呼べる、しょうこちゃんいっぱい呼べるけど、お客さん来てるのにしょうこちゃんまだなんですよみたいな。え、それはママに任しちゃいけないの。いや、ママはあのチーママに任せて、ママはちょっとほらちょっと財務的なことやったりね、あの経営的なことでちょっと今日腰痛いから翔子よろしくねみたいなダメじゃん私じゃん、ただだからダメじゃん、ただの従業員、従業員にしかできない、車の中でね話してて、だからチーママの下っていうかないわっていう話。そうですよ、ねえわって、ね、そうですよ、キママっていうのをさっき、キママ、あ、なるほどね、はい、そしてね、さっき言ったのに車の中で2人とも聞いてなかったからね、林さんもね、翔子ちゃんも聞いてないから、あ、聞いてないね、この2人、あ、キママは聞いてなかった、うん、キママ、キママ、キママに、まあ、寂しかったです、はい
続いてなんですが、需要あると思うよ。パンダとかね、あのコアラと一緒でショコちゃんに会いたいっていう人が行列で待って行列のできるラーメン屋みたいに、あ、ショコちゃん来たみたいな、バシャバシャバシャって、おかしい、ありがとう、でチャリンチャリンって投げ銭してもらう。ね、一応私もお話とかしますよ。あ、そうですよ、意外と大人なんですよこの方、うん、そうですよ、意外とって言ったら変ですけど、私がね子供だからね時々怒られてますね。いやいやいや全然全然、もういつもみこちゃんに助けられておりますよ。じゃあ続いて出ました、アーティストとの、うん、アーティスト恋愛事情を教えてください。知り合うきっかけは、知り合いきっかけいっぱいありますよね。普通当時ですよ、当時、あ、当時、うん、当時は自分が好きになった人が好きな人ね。じゃあ自分から告白するタイプ、自分からですね。あ、いや、じっとショコちゃんのファンの方みたいにけなげにじっとこうやって見てるんですよ最初は、こうやって、うん、追っかけはできないんですけど、うん、でもこう積み立て貯蓄のように好きになるタイプなんで、で好きになったら、うん、マックス積み立てがもう、まあ、満タンになったらバレるぐらいこうアピールしますね私の。で、はっきりとも言うの、うん、わあすごい、はっきりとっていうかすごいですよね、今女性スタッフから、うん、やっぱりね、周りがで大体ほらそういうぬるっとしたモテ男には周りにいっぱい人がいるじゃないですか、はいはいはい、まあ、二股二股とか三股じゃない言葉は良くないんですけど、めっちゃモテ男ですよ、そこから、まあ、こうなんか勝ち抜いていく楽しさ、あ、じゃあめっちゃ、いやいや、すごい、いや純愛ですよ皆さん、これ間違いないですよ、いやいやいや、すごいですね、勝ち抜くとか言うとあのずるいみたいですけど、まっすぐ行くしかないんですこれは。いや、だから意外と情熱派なんですよね。私は一回も自分から告白したことないんですよ、うん、で幸せになったない。まあ、私幸せの時はあるよ、うん、もちろん、あ、自分からしないけど、うんうんうん、でも自分から行く自信もない、うん、自分から行くとダメなタイプ、タイプね、なのかな多分ね、見る目が、そんなことないんですけど見る目がないって言いたいんだね、というか、でも押されてこう、うん、そうそう、押されて方が女性は幸せになれるっていうよ、うんうんうん、だから絶対自分からは、次はいいなと思ってても行かない、ね、うん、いいなと思っててヒュッて持ってかれちゃうとかないで、でも、あ、だから自分から告白しないので、もういいと思ってても、うん、もう終わる場合が、終わる場合も、じゃあそれまでだなって、ね、それまでね、うん、まあそういう場合は別に今後全然デートもしてないですよ、うんうんうん、ただ好きいいなと思ってても、分かる分かる、自分からアプローチしたりとか誘ったりとかしない、うんうん、でも曲とか詩になるもんね、まあまあね、うん、そうです ねなりますなります、なるんですよ皆さん絶対に、これはだからあのたくさん恋愛したからいいってことでもなくって、うん、蓋を開けずに閉じたまんまなんか勝手に朽ちて熟成していくっていう恋愛もあるし、あ、うんうん、そうね、まあ、朽ちるというか、そうですね、発酵、うん、勝手に発酵して、そう、まあ何でも歌は何でもあのネタになるなとは思うよね、うんうんうん、特に辛いこととかがあった時はね、ありがとうございます。しかもしょうこちゃんはママほぼ引きこもっているらしいんで普段ね。そうなんですよ。それが私も引きこもりますけど、いやいや、やっぱり毎日お店出てるんだから引きこもってない、うん。お休みの日でもやっぱりちょっとお化粧して近所飲みに行こうかなっていう、ね。それが偉いです。知り合いの方に会いに行きたくなっちゃう。もう休みでもとか、うん、毎日外に飲みに行くことがない。一人旅とかしないもんね。私はすぐどっか行っちゃうので。一人でお店入るとかできない。まあそうそう、性質の違いなんで、うん、今度あの引っ張り出しますよ、急に沖縄行こうとかね、沖縄行きます、うん、で一緒にお風呂入って一緒にプールで泳いで私が撮影しておきますから別に何ですか、いやいや冗談ですけどあんまりこうねアウトドアじゃないしね、そうなんですよ、うん、別にバーベキュー行きたくねえわって思ってるでしょ確かに涼しいとこで飲みたいわ、うん、できれば一回でもバーベキュー行ったね、汗だくのね、もう、あ、もうシャンパンが2分でお湯になったっていう状況で、もう汗ドロドロも化粧も全部取れたから行ったね、ったね、バーベキュー行ったね、うん、熱中症みたいな、本当です ね、うん、でも楽しかった本当です、うん、CM ソングも多いですがそれぞれ、はい、CM スポンサーからすごい贈り物ありましたか、はあ、カメラが事務所に、あ、うん、私ではなくてですね、はい、そのまま事務所にあると思います、うん、私はなんか広告に出ただけであのキーボードエレピをもらえて、うん、それででも弾く人だと嬉しい、はい、作曲してました、ね、うん、もう壊れちゃったので私はあれですよ、はい、
すごい、もうちょっとあと10分ぐらいしかないですけど、ちょっとパパッといけたら短いですね。生まれ変わったらまたシンガーソングライターなりたいですか？うん、うん、M の里から以外で、私はなりたくないです。何になりたいの言ってくれ。なんだろうね、なんだろう、大富豪の嫁。いや、10番目の奥さんとか嫌でしょ。でも嫌だ。なんだろうね、なんかこう美容系の、あ、なんかこう、なんだろうな、化粧品とかサプリとか開発して、そう普段寝ててもいいやつ、うん、そんなのないわ。いや、なんかそういうのを開発したいな。商品売るってた。あと10分です、残り、うん、あと10分、まだ10分もある。音楽界に入った時、そう、まだ10分もあります、うん、まだ10分。あの人に会いたいと思ってた人や憧れた人はいますか？そして会えましたか？会えていくのよね。いた。私ね、マッチのことが大好きだったので、マッチと同じディレクターだったんですよ。だからデビューの前に、本木じゃない、東神奈川かな、どっかのもクローズドのバーがあるんですけど、そこにマッチが、もう今言ってもいいですよね、当時は多分秋名さんと付き合ってたはずなのに、多分全然違う人と来てて、で、私もディレクターと一緒だったんですけど、紹介してもらって、デビューなの頑張ってねっていう、私はもう中学生の時の自分としては夢かと思いましたね。そうですね、それはね、いやー、それは嬉しい。同じディレクターっていうのはびっくりですよね。やっぱりソニーって言ってただけありますね。ありがたいことでございます、ね。私はね、そんなあまりない。誰かの憧れてたってあります？誰か好きだったとか。それこそ私は佐野元春さん。そうなのか。でも あまりにも好きすぎて会いたくないんですよ、いま、ね、だに、もう遠くから見ときたいだけ。会いたく、話とかしたくない、会いたくない。うんうんうん、ずっと遠くから見た。1回お会いしたことありますね。2回かな。話した話は全然してないんです。杉さんとか銀さんとかのちょっとライブの関連でお会いしたんですけど、まあね、今度近々会えるといいな、ステージ上でもね。いや私はもう遠くから見とくだけでいいです、うん。でも意外なね、日本のブルース・スプリングスティンですね。そう、素敵。そしてデビューから30年以上経っても体型を維持 している方法を教えてください。答えはしてません。いやみきこちゃんは、私はしてない、してない、全然、何もしてない。もともと太らない体質なんですよね。まあ好きなだけビールを飲んで、そうですね、まあ炭水化物をちょっと少なくしてるぐらいで、あんまり美味しいなと思えるものをバランスよく食べてるかな。だからあまり、そうですね、私は、ね、あ、そうです、私はめっちゃしないと、もう水飲んでも太るタイプなんですよ、ね。もう意味のわかんないとこもすごい可愛いです。意味わかる。本当なんだってば。水飲んでも太るっていうか、まあ、あのむくみやすいというのは言ってるよね。だから本当にこういつも気をつけて、そう、本当に食べ物は私は気をつけないと、で、好きなものが本当に炭水化物なんですよ。あ、そうなの。本当に我慢しなくてよかったら、お米も大好き、パスタも、うどんも、とにかく全部そういうの食べたいんですよ。食べてるの見たことない、こう麺をすすってる姿見たことないよ。そうなんですよ、だからライブがもうちょっとだいぶないぞって、から今コロナ禍なんで、もう食べられるんですけど、ライブがまだ先だっていう時しか、炭水化物祭りができないんですよ。祭りって呼んでるんですけど、私は炭水化物祭り。じゃあその時ぜひ見てみたい。炭水化物にまみれるしょうこちゃんを。私やっぱりね、つまみ好きなので。そうなんですよ、つまみ好き、ね、つまみを長く食べていて、お寿司は数巻とか、ね、この前みこちゃんとこで食べたウニの瓶詰めのウニが美味しくて、ま、取り寄せて食べました、はい、買いました。ツイッター、あ、しょうこちゃんの取り寄せました。ショックファン、あ、取り寄せた、同じもの、はい、同じの、すごい美味しいでしょ。美味しい。ショックファン新潟さんからです。ありがとうございます。収録後に本格的に飲み会するんでしょうか。いい質問ですね。バレてるっていうね。それはもうもちろん、ね、これゼロ次会なんです。でちょっと私予定入れてたんですけど、さっきやや変更しつつありますんで、はい、多分このまま翔子ちゃんが酔っ払うまで一緒に、はい、見届けたいと思いますよ。そうです。ねえ、ちょっとこれどうするの、はい、流す映像をここで流す。うん、なんか私知らなかったんだけど、用意があるという翔子ちゃん。そうなんですよ、なんかちょっと用意した映像があるらしいんですけど、流しますか。もうちょっと、あ、もうちょっと、もうちょっと宣伝先に告知しときますか。じゃあ、そうですね、じゃあ告知が、33周年なんかやるんですか。3ピースピースでなくて、
あの毎年みっこちゃんにも出てもらった、うん、見に行きたい今年デビュー記念ライブ今年も5月にあるんですが、うん、はい、今年は5月の15日にあります、うん、あ、その日本当だな、はい、時間によってはいけるな、はい、あ、OK ですって、あ、よし、じゃあちょっと映像見てみて、なんだかドキドキですが、はい、じゃあ VTR スタート。あ、その時のだ、そうだ、前髪短いぞ、25周年の時で、もう私の曲をみこちゃんに歌わせるという、ちょっともうすいませんね、なんか。メリーローラン歌えてすごい嬉しかったもん、私。あの、今日、ね、杉正道さんが作曲してくださった曲でね。そうよね。ねえ。しょうこちゃんも綺麗ですね。チーママいけますよ。いやいや、もう、だいぶ前ですからね、あれ。大ママだな、もうやっぱり。もっと稼げても。いや、もう、でも、きママでございます。8年前ね、そうね、でもう一曲、なんかもう一つ曲、はい、抱きたいっていう曲を歌っていただいて、あれもいい曲だったんで、またね、懐かしいですね、皆さんの目の前でちっちゃくでもやりたいなと思ってますんで、うん、ぜひ頼んでやってくださいってメッセージくださいね、またね、皆さん、そういう、はい、そのライブ、今年もデビュー記念ライブ5月15日にありますので、はい、ぜひ来てください、はい、そしてこちらのレッドアイはしている今年の1月19日にリリースいたしまして、絶賛発売中でございますんで、ぜひネットから買えますんで買ってください、うん、はい、そしてあの CD とかまだなってないし、本ちゃんのレコーディングではないんですけど、うん、ちょっと企画もので、うん、赤い嘘のプロパガンダというちょっとテーマに沿った曲を、一番最新の曲を作って松ヶ下ひろゆきさんのサイトの方で聴けますんで、こちらの方も拡散お願いします。はーい、 YouTube しょこちゃんに続いて私も頑張りますんで、まだ200数人なんでよろしくお願いします。変な漁港のためしかまだ出てません。変じゃないんですけどね。はい、よろしくお願いします。そういうのね、それぞれも活動もしてますんで。あと、みこちゃんはどう？私、そうそう、ケセラセーラっていうアルバムを、うん、作詞家の方のアルバムを出したんですけど、その中で1曲新曲を歌っているので、はい、ちょっとホームページとかツイッターとか見ていただけたらと思います。そのライブを6月12日にお店でやりますので、はい、はい、他も5月4日、まずはね、5月4日もまだお席ありますので、よかったらカノンの方まで遊びにいらしてください、はい、ウェルカムでございます。はい、そうですね、私もツイッターとか、まあ、事務局が中心でやってるんですけど。はい。たまにつぶやいてますね。字間違ってね。そうなんですよ。酔っ払ってね。字もたまにつぶやいてます。ツイッターとか、あと、うん、メルマガも毎週火曜日やってますし、はい、ほとんど更新しないブログもやっております。ブログ更新した日はね、はい、ツイッターでお知らせしてますんで。月曜日の雨の、はい、雨の月曜日にもやってますんで。ぜひご覧になってください、はい、さあもうあと49秒ですが、どうでしたかね。いや、まだ言わないよ、まだこんなの、もうこれどうする、もうこの後ちょっとめっちゃ飲まなきゃ、うん、ゼロ次回としては本当に楽しいわけで、また本当ですね、楽しかったです。はい、またぜひお会いできることがあればなと思ってますんで、はい、またそれぞれの活動も応援してください。はい、じゃあ1次会に行こうか。そうですね、はい、これから何秒あるのか分かってませんけど、まだ明るいです。まだ1分あるよ、ちょっとね、東京は雨がだいぶ強くなってきましたね、うん、あと1分、はい、ということなんですけどね、でも見ながら飲んでくださった人もいるのかな。そう、なんか多分ツイッターでなんか書くよりも見入っちゃってると思う。こういうことってめったにね、ないそうかな。また
でも今日からゴールデンウィークも入ったということでね、はいはい、皆さんね楽しい素敵なそれぞれのゴールデンウィーク、ね、後半はお天気良くなるみたいな、ね、そうですね、はい、お送りしてくださいね。私はもうなんかちょっと暇なんで、うん、お店行っちゃおうかな。お店待ってるよチーママ、うん、ちょっと条件を後で話し合いたいと思います、はい、はい、チップ箱を用意しておきます皆さんよろしくお願いしますね。みこちゃんのお店にも素敵なお店なんで、はい、ぜひ行ってください。くださいね。はい、もうちょっとありますか。まだある。大丈夫、楽しいな。じゃ最後にちょっと乾杯して、乾杯しよう、お送りしましょうか、はい、じゃ皆さんありがとうございました。素敵なゴールデンウィークを、またじゃあね、またね、バイバイ、ありがとう。